いたしました SK48 FC 流応援隊のステージ第2回目でございます。準備の方はよろしいでしょうか。皆さんいいね、みんな準備大丈夫ね。裏の準備は大丈夫 OK。 それではお呼びいたしましょう。 FC 流応援隊の皆さんです。4人一緒にどうぞ。よろしくお願いいたします。はい、今回は初の方もお見えになるかもしれないんで、もう一遍自己紹介よろしくお願いします。まず隊長から。はい、 FC 岐阜応援隊隊長の北野瑠香です。はい、 FC 岐阜応援副隊長の太田彩香です。よろしくお願いします。はい、 SK48 チーム S の松本千佳子です。よろしくお願いします。いろんなチャレンジをしていただきますが、FC 岐阜のホームゲームではですね、毎試合明治安田生命さんが提供しているみんなの健活プロジェクトというの、健康の活動のプロジェクトというのがあって、その一環としてですね、ベジチェックと野菜の摂取量をチェックしていただくということで、皆さん野菜取ってますか？取ってます。いきます。それが数字で現れますので、ちょっと恐ろしいチェックですけれども、今日は4人にやっていただきましょうということで、まずはちょっと説明いただきましょうということでお呼びします。明治安田生命のスタッフの三河さんと松尾さん、よろしくお願いします。はい、それではベジチェックの説明をお願いします。はい、皆さんこんにちは。明治安田生命です。よろしくお願いします。ベジチェックなんですけれども、ベジチェックというのは、ベジタルチェック、野菜のチェックということで、皆さんが普段どれほど日々の食事で野菜を摂取しているのかというのを測定するものとなっております。具体的にはですね、右手をですね、機械の方に10秒くらい置いていただくだけで、そちらのように数値が1から12まで出てきます。で、数値が大きければ大きいほど普段食事の中で野菜が取れていると。で、残念ながら数値が小さい場合はもう少し野菜を取りましょうということになっておりますので、今回 SK48 の皆さんの普段の食生活を測っていきたいと思います。よろしくお願いします。ドキドキですね。怖いですね。はい、怖いチェックですけれどもね。じゃあ早速行ってみましょうか。隊長からお願いします。はい、はい、まず怖いもの見たさも行ってください。いやー、野菜なんですけども、どうですか、あやめろ、野菜好きなもの何ですか？野菜は、大根渋いと思いましたね。おでんしか出てこない。なるほど。はい、大根ですかね。近くちゃんのアボカドって呼ばれたんですけど、アボカド、はいはい、いや、果物かな、果物かな、野菜かな、ギリギリだよね。半々で、はい、私は柔らかい玉ねぎが好き。柔らかい玉ねぎ、チンしたやつ。いや、なんかシャキシャキじゃなくて、はい、味噌汁とかに入ってる。あー、もう煮込んだね。あんまり皆さん生野菜好きそうじゃなさそうやね。そうです。でも、ご飯食べますよね。ご飯食べるってなったら、ちょっと野菜一枚に気にしてはいます。ちなみに自炊とかしたりするんですか？私はします。します？はい、私は。私はめっちゃ強調するやん。はい、何を作ります？特に得意料理。あ、最近でも豚汁好きです。豚汁が好きですか？はい、そうです。はい、家事は得意ですか？はい、できますか？食事できますか？できますよ、ちゃんと。あるじゃん、得意料理あるんですよ。はい、得意料理はオムライスです。オムライス、前も来ましたね。結果が出ました、はい、あれ、はい、結果お願いします。はい、結果ですね、数値が 5.1 という結果になりました。見ていただけるとですね、ちょっと低めの数値ではあると思うんですけれども、バレてるよ。私も測定したところ 3.8 だったので、ちょっと
じゃあマシだ。もう全然大丈夫です。あ、もう健康ですね。はい、もう少しだけ野菜を取っていただけると、さらに健康になると思うので。なるほど。僕は先週やった時は2位でした。え、2位？2位でした。やばいです。じゃあ、はいはい、いい数字が出たということで、今のところトップ。よかった。はい、5.1 でございました。はい、じゃあ2回目お願いします。はい、怖いね。でも団長、あのですね、好きな野菜について聞いた。好きな野菜、はい、好きな野菜は、好きな野菜は何だろう。でも、はい、あのキュウリとか、はい、あの家で、うん、あの育ててるので、はい、なこの時期になるとキュウリの漬物、うん、本当に簡単にキュウリ切って、はいはい、醤油とか、そういう調味料合わせて食べるだけの漬物をよく食べます。なるほど。そうだからキュウリは結構好きです。そういうことですね。では野菜を使った料理とかって作りますか？私料理全くしないんですよ。ああ、そういうことですか。はい。だから、まあ、自分でやるとしたら、まあ頑張って野菜炒め頑張って、じゃあ作りましょう。頑張って。はい、はい、数値出ました。あ、出ました。はい、大津さんの数値 4.1 でした。はい、ですので北野さんにもちょっと数値が少し上がりましたので、お野菜が不足しているようですと、はい、なので、はい、もう少し気をつけていただきながら、はい、食事をとっていただけると、はい、じゃあ続きましては、はい、自炊が得意な近藤さん、はい、はい、食べましょう。いやいやいや、だんだん出揃ってまいりましたね。 5.1、4.1 ということでしたけど、低いですね。あのところでちょっと今日お二人来たら靴お揃いですか？あ、そうなんだね。ゆきとそう、はい、お揃いなんですよ。お揃いの靴だなと思って。はい、はい、流行ってますよね最近。そう、最近ね、あのなんか再販が始まって、始まります。もう世の中の人みんなこれ履いてますね。はい、もうみんなパンダですね。そう、買えるようになったんでね最近。はい、サッカーボールカラーですよ。何が？そうですね、あのサッカーボールカラーで。そういうこと、そういうことで合わせてきた。はい、あ、そうか、絶対そう。今思いついた。絶対嘘だ。数値出ましたか？出ました。はい、松本さんの数値出ました。松本さんの数値 5.0 と 5.0 のところで、変わんない。そうですね、本当に自炊がしているのかと。です。疑惑が出てしまうかもしれませんが、怪しいね。はい、ちょっと悔しい結果ですね。はい、はい、じゃあ最後はアスリートのゆきさんお願いします。はい、いや、もうこれはゆきさん一番高いんじゃないですか。はい、いやー、またプロレスとかもやってますからね。気になりますね。体の中の栄養バランスがかなり整えてるんじゃないかと思われます。はい、ということでございます。そういえばね、あのちょっと聞きたかったんですけど、一回インタビュー行こうと思ったので、押し残って見てます。見てます、見てます。そう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 、話題になった。はい、そうそうそう、だから今日ヒッピーが踊ってて、はい、そう、みんなやっぱアイドルの子も推しの子見てるのかなと思って。見てます、全員見てます。どうですか？はい、見てるよ。なんか隊長、感想は？感想、アニメの感想ですか？アニメの感想。え、なんか私はネタバレしないでくださいね。で、めっちゃ言うよ。はい、まあ途中なんです。私でもなんかただのアイドルアニメだと思う。ちょっと待って、点数、はい、点数いきましょう。出ました、アスリート新井さんの数値4.1 と、いうことですね。皆さんはみんな言うよ。ちょっと踊ったりしてるよね、普段。はい、ということで体調が一番野菜を摂取しているということで、やっぱ新鮮なキュウリを食べてる証拠ですかね。はい、そうですかね。はい、なんかアドバイスありますか？一応ですね、毎日約 360g の野菜の摂取を目指そうというところで、はい、まあ、どれぐらいなのかと言いますと、片手にあのお野菜が乗るぐらいが約 60g と言われておりますので、もう片手6個分、うん、ミニトマトにしますとですね、片手で5個なので、ミニトマト1日30個取っていただくと、なるほど、はい、あの 360g ありますので、簡単ですね。はい、360g 出して野菜を持っていただければと思います。頑張ります。ありがとうございます。まあでもこれから野菜美味しい季節ですからね。そうですね、夏野菜ね、いっぱい食べたいと思います。食べてスッキリしてくださいということで、次測った時は目標は7点台にいけるように、はい、行きたいですね。そうですね、はい、ということで明治安田生命の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで
推しの子の話。あ、そう、推しの子ですね。行きましょう。はい、そう、ただのなんかアイドルが歌って踊るだけのアニメだと思ってたんですけど、はい、ちょっと全く違くて面白かった。面白かったです、ね。はい、はい、もう次はドキドキということ。はい、前村ちゃんどうですか。え、私本当1話しかまだ見てなくて、はい、この先ちょっと知らないんですけども、はい、ちょっとなんだろう、アイドル の, この主人公の話なのかなと思ったら、まあ、ちょっと復讐と言いますか、なんかいろいろあるんだなと、ちょっとこれから楽しみですね。はい、ちかちゃんどうですか。はい、そうですね、なんかもっと頑張ろうっていう風にモチベーションっていうんですか、お仕事もっと頑張ってみんなを幸せにしようっていう風にも感じましたね。ゆきちゃんは見てますか。見てます。はい、どうですか。面白いです。面白いですか。楽しみですよね。はい、はい、ということでじゃあ続いていってみましょう。はい、ですね、今日はレモネードスタンドというのが出ておりまして、これはですね、子供たちがですね、お金の使い方を学ぶために、まあ、昔というかですね、最近庭先などで子供たちがレモネードを販売するものでありまして、これを始めたのはですね、小児がんの患者の少女なんですよ。で、その少女が、まあ、庭先でレモネードを販売して、そのお金を同じ小児がんの、ためにということで寄付するのが広まって、レモネードスタンドが広まったということで、今回あちらにですね、レモネードスタンドが出ておりまして、美味しい美味しいレモネードが振る舞われておりますので、今日は皆さんに飲んでいただきましょうということで、はい、どうぞどうぞどうぞ。レモンダメな人いますか。大丈夫ですか。大丈夫です。はい、ちょっとぬるくなっちゃったかもしれない。あらま、しゃべりすぎた、はい、しゃべりすぎちゃった。ちょっと今日はね、あったかすぎたんで飲んでください。そして待って、かわいい、書いてある。いただきます。はい、ギフィー、ギフィー、あ、ね、ギフィーいるよ。これギフィーですよね。書いてありますね。はい、はい、じゃあ飲んでください。大丈夫。いただきます。はい、おいしい。なんか今日は暑いからなんかちょうどさっぱりしてめちゃめちゃいいですね。失礼しました。失礼しました。え、ちょっと甘みとかはあるんですか。どんな甘み。甘みよりなんか酸味の方が強いよね。あ、そうですか。はい、ちょっとさっぱりしてるんで、はい、飲みやすいです。まだね、あの今日なんかもうちょうど暑い時だから、あのスープ飲めるし、やっぱりね、体にビタミンがキュッとすぐに、うん、あのできる。これ飲んでからやればよかったね。確かに、確かに、ね、これ飲んでからやったら多分一部もしかしたら変わったかもしれない。上がったかもしれないです。はい、右手かざしてベジチェック、またあちらでやってますんで、悔しかったらもう一回やってみてください。はい、ということでございますですが、はい、飲んでいただきました。で、最後に隊長からお知らせがあるということで、はい、はい、私から、はい、はい、カンペを用意しまして、はい、すいません、はい、広げました。これ何でしょうか。はい、それでは私から、本日発売が開始されるハイパーチャントタオルとハイパーチャントフェイスタオルをご紹介したいと思います。ご来場の皆さんは、前節のカタール富山戦の試合終了後、選手がサポーターの前で勝利を祝って掲げていたタオルをご覧になられましたでしょうか。選手が掲げていたタオルが今、こちらは、2人が持っているのがハイパーチャントタオル、そしてあやめろが持っているのがハイパーチャントフェイスタオルです。このタオルは FC ギフオフィシャルサポートソングを歌うシネマスタッフさんのハイパーチャントの歌詞が書かれていて、試合に勝った後、選手と一緒に掲げて歌ったり回したり、いろいろな使い方ができます。タオルはですね、本日からグッズブースで絶賛発売中です。皆さんぜひお買い求めください。はい、ありがとうございました。あっちで売ってますんでね、はい、ハイパーチャントタオル、今日もね、勝ってこのタオルを掲げて一緒に歌が歌えるといいですね。いいですね。はい、ということで隊長ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、皆さんこれから夏に向けて、まあ、新曲も発売になったりとか、まあ、いろいろと忙しくなってまいりました。もうファンサービスとかもね、まあ、解禁になりましたけれども、はい、どうですか、ゆきちゃん。
最近来ましたよ。あのファンサービスとか最近解禁になりましたけれども、はい、どうですか、久しぶりにやっぱりいろんな人と会話をしたり、はい、マスク越しに生顔を見たりということもあると思いますけども、はい、みんながとても喜んでいました、はい、喜んでいました、喜んでいました、はい、私も喜んでます、はい、頑張ってください、はい、来週試合ですね、あ、はい、神戸で、そうなんですよ、頑張ってください、はい、ありがとうございます、はい、では千佳子さんどうですか、はい、もうファンの方こんだけやっぱり来ていただいて結構近いですけれどもね、そうですね、はい、今日から声が解禁されました、いや、今日からじゃない、いや、今日からではないです、はい、はい、すごい前から今日からだと思って、はい、今日声解禁日だと思ってすごいテンション上がってたんですけど、はい、こう皆さんの笑い声だったりこう応援してくれる声だったり、やっぱりファンの人の声援ってすごい私たちだって大きいんだなって実感したので、夏ねライブもたくさんあるので、ぜひ皆さん大きな声で私たちにパワーをください、ありがとうございました、ありがとうございました。8月の誕生日に向けていよいよもう夏女ということでバッシングでございますけれども、先あと2ヶ月先ですけども、はい、まあ、そうですね、本当になんかあっという間に来ますよね、きっと8月はね、まあ、SK48 の、まあ、イベントの中にもサマーゼップツアーがあったりリクエストアワーがあったり15周年コンサートがあったり、まあ、いろいろたくさんイベント盛りだくさんなので、ぜひ気になったよって方はぜひ足を運んでいただけたら嬉しいですし、はい、これからもっと SK48 のことを好きになってほしいなって思います、本当にどうもありがとうございます、はい、それでは最後に会長、はい、夏に向けて一言締めていただければ、夏に向けて、はい、夏に向けて、はい、いやね、今日もちょっとね、皆さん本当暑い中来てくださって本当にありがとうございます、これからもね、気温がどんどん上がっていくと思いますが、私たちと一緒に素敵な楽しい夏を一緒に過ごしましょう、はい、ということでありがとうございました、皆さん満足しましたか今日も、はい、はい、また次回もですね SK48 の SK 地域応援隊の新しいメンバーを連れてやってまいりますんでね、楽しみにしていてくださいということで、新日応援隊 SKE48 の皆さんでした、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、よかったらマネを持って帰って飲んでいただいてもいいですか、はい、はい、ありがとうございました、はい、ということでお伝えしてまいりました、暑い暑い2時間半でございますけど、皆さん大丈夫、水分とってね、これから本ちゃんだから試合始まる前に、ね、熱中症でやられたなんてことがないようにお願いします、僕はちょっとね暑さにやられ気味でね、暑いの苦手なんで、これから